どうも皆様ごきげんよう、クーです。それでは作ってわかるゲームプログラミング、続きプレイしていきましょう。さて今回はレッスン3、エイリオンシューティングですね。もう俺好みのゲーム、自分で作れるっていうのが非常に楽しみですね。おー、結構あるなステップ。まあとりあえず行きましょう。はい、お待ちしておりましたよ。レッスンを2つ終えて、ちょっぴりゲームプログラミングにも慣れてきたんじゃないですか。今回クーさんに作っていただくゲームはエイリアンシューティング、シューティングゲームですね。はいはいはい。おー、そんなアスレチック要素的なものも作れるんだ。お、あ、でかいのも一発で倒せるんだ。果てしなく広がる無限の宇宙、行く手を阻むエイリアンを倒し突き進む、そんな横スクロールシューティングを作りますよ。はい、行きましょうか。早速主役の UFO ヌードン、ノードンを呼びましょう。ヌードンってキャラクター、 UFO、 はい、 UFO ノードンね。はい、目力でゲーム作れそう。それはない、適当言ってるわ。 UFO ノードンを置いてどうなったかゲーム画面を見てみましょう。あ、宙に浮いてる。 UFO ノードンって宙に動くんだ。横に進むシューティングゲームを作るので UFO を右向きにしておきましょう。え、そんなこともできるの？設定？はい、あ、はい、UFO ノードンを選択し設定を開いてください。はい、-90、Y 軸だから、あ、とりあえずマイナス90、 OK、 はい、右に向いたままにするためには静観速度0、あ、旋回ね、あ、回るってことね。はい、旋回はしませんよと。はい、 OK ですね。右方向に進む UFO の準備ができましたので、次は UFO を動かせるようにしましょう。はい、スティックノード OK、 入力ね。 L スティック左右からスティックノードを呼び出してください。あ、もう全然あれだ、こうちまちまとこう、なんだこの一個一個教えてくれはしないんだ。いいね、スティック倒したらあの L スティックノードンからの左右ですね。はい、いいね、自立させてくれるじゃん、ちゃんと。でこれを左右ポートね。はい、 OK で左右だけに動けるようになるよと。なんかカービィの UFO っていうのを思い出すな、コピー能力の UFO。 はい、上下からね、スティック倒したらの L スティックからの上下ね。はい、うん、ぐるぐるしちゃうで上下。はい、 OK、 これでいいかな。あー、すごい、しっかり動くわ。いいね、いいね。次にシューティングゲームのゲーム画面の見え方を決めます。カメラを UFO に合わせないといけないよね。ゲーム画面とカメラ、ゲーム画面、ゲーム画面から見出してリンクさせないといけないんじゃない。あ、結構大きめに撮るね。はい、 OK、 でも際限なく上まで行っちゃうよ、どんどん上まで行っちゃう。はい、UFO に砲台をつけましょう。お、そんなこともできるわけね。なかなか戻ってこない。あ、戻ってきた。砲台はモノノードンで作ります。モノ、シンプル、円柱。はい、でこれをちっちゃくして先端にくっつけるのかな。はい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 、モノノードの設定、はい、見える動く壊れるだけをオンにする。見える動く壊れる、壊れるも
設定しとくんだ。ゲーム画面で確認。落ちてったよ、落ちてったよ。固定しないと。見逃してしまったらリトライボタンを、大丈夫大丈夫。考えてみたら重力があるので物が落ちていくのは当たり前なのです。 UFO は特別に重力を影響を受けなくなっているので落ちませんが、物はそのままでは落ちていってしまいます。じゃあワールド設定が必要なのかな。物濃度設定、え、何、無重力化にできるの。素材普通、あ、無重力、なるほどね。そんなこともできるんだ。浮いてる、浮いてるしな、あ、そっか、触れることできないんだっけ。うん、そう、砲台だけ固定されてますね。砲台は置き去り。 UFO と砲台くっつけないといけません。そうだね。どうやってくっつけるの。 UFO と砲台が離れないように連結します。そうだね、連結してほしいね。連結ポート、はい、くっついたっす。これで一緒に動くのかな。ノードンを連結させて物同士をくっつけることができます。やったぜ。変なところにくっついてるよ。頭の上にくっついてるよ。ちょんまげ。エリスティックで UFO を動かしてみましょう。うん、てっぺんくっついてますね。連結したので UFO に砲台がくっつきました。てっぺんに向いてしまっているので UFO の正面に砲台がくっつくようにしましょう。うん、円柱のモノノードを選択して設定を開いてください。連結面、なるほどなるほど。はー、なるほどね。自分の連結面はさっきのこっちでいいんだけど、はい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 。 Z マイナス方向なのこれは。Z マイナス方向だと正面にならない。あ、でも UFO も向こう側に向いてるからいいのか。あ、そっかそっかそっか、なるほどね。イエーイ、なんかピノキオを見て。 UFO の正面に砲台がつきましたね。そうだね、エリスティックで動かしてくださいということで。うん、いいんじゃないかな。ステップ1クリア、 OK です。これはな、先が長くなりそうだ。連結ポートか、はい、 OK です。弾を発射させます。いいね、はい、 OK。 よし、じゃあステップ2そのまま行きましょう。 UFO から弾を発射せよ。はい、行きます。はい、お帰りなさい。さっきぶりだね。うん、 UFO ノードにモノノードを連結して砲台をセットしましたね。そうだね、これで主役たる UFO の準備は整いました。今回のステップではシューティングゲームになくてはならない、弾を発射するスキルを、ん、仕組みを作りますよ。はい、は、弾を発射するためにはモノを発射ノードを呼び出しますと。モノ、出すかな、物を発射だね。で10個物を発射、10個っていうこの定数がよく分かんないけどな俺には。はい、小さくする、はい、小さくして、はい、姿形は実製画で大役務め上げるぜと。で連結かなこれは。あ、はい、すげえ、しかも下方向に飛んでいく。エリスティックで UFO を動かしてください。あ、なんだって、弾の出る場所が、弾の出る場所が砲台からじゃないぞ。ちょちょろ、俺の方が合わせるしかねえ。こんな感じか。また連結が必要なんですね。またこれもさ、弾の出る方向とかさ考えないといけないんじゃないの。上から飛んでいくんじゃない。下かよ、イエイ、やれ、よし。畑に種を植えている図みたいになった。あ、10個ってそういうこと？画面内に10個までしか出ないってことかな。待って待って、ちょっと並べよう。
っぱ10個までしか出ねえわ。なるほどね。モノハッシュノードの選択肢設定を開いてください。はい、連結面ですね。自分の連結面を X- にしてください。連結先は Y+ にしましょう。この辺はちょっと難しいだろうね。頭の中でちゃんとどの面とどの面がくっついてるのかっていうのをしっかり考えないといけないですね。はい、おいい感じですね。砲台の先から弾が発射されるようになりました。しかも弧を描いてやがる。うん、それでは次はボタンを押したら弾を発射する仕組みを作りましょう。おお、ボタンを押したら、ボタンを押したら、あ、なるほどね。はい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 、入力ボタンを押したらで B ボタンで、これをさっきのボールの発射にすると OK で、 B ボタンを押したら弾を発射するようになるわけだ。おお、こう押しっぱだとどうなの？あ、押しっぱだとずっと放ってくれるわ。でも指を離すと弾発射しないわ。あ、いいね。えいえいえい、ポツポツと弾が発射されるだけですね。そうだね。 B ボタンを失敗にしたいときは弾を連射するようにしたいと思います。んー、そんなこともできんの？モノ発射ノードの設定開いてください。はい、設定、発射できる間隔を 0.1、 あー 0.1 ね、間違えた、こうね。はい、一回ペッて押すと一個だけ出るけど、ずっと押してると、あーだだ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 と、おお、あいいっすね。はい、しかしあと一つ気になることがありまして、卵放物線を描いてることですかね。うん、はい、ほら下に落ちちゃいますね。そうなんですよ、弾がまっすぐ発射されないと気持ちよくないですよね。弾も無重力にしないといけないんじゃない？振る舞いだよね、多分ね。弾が重力の影響を受けないようにします。この世界の重力なくしちゃいましょう。あ、そういうこと、重力減らすノード、何それ。出力ワールド変化、重力減らす、時間を止めるとかもあるんだ。はい、月面っぽい。重力を減らすノードにはシグナルを入力すればこの世界の重力をなくせますよ。定数ノードかな、じゃあ。そうだね、入力定数、はい、ノードにつなげる。はいはい、おお、すごい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 、あー、なかなかだね。結構な弾幕よこれ、結構な弾幕よ。はい、シューティングゲームって感じがしますね。はい、いいね。 UFO から弾を発射する仕組みをプログラミングしました。少しずつ完成に向かって前進しています。さあ次のステップから、ステージを作っていきますよ。ステージか、結構長くなりそうだね。はい、では行きましょう。いきますよ。あー、シューティングゲームっぽい。エイリアンシューティングステップ3の始まりです。はい、前回は連結を使って、砲台から弾が発射されるようにしたり、重力をなくして弾をまっすぐ発射できるようにしましたね。弾を発射できるようになったことですし、そろそろ敵をバンバンやっつけたくなってきましたよね。ということで今回は壁や、敵や壁を置いてゲームステージを作っていきましょう。はい、行きましょう。まず世界の雰囲気をシューティングゲームらしく変えちゃいましょう。お、ワールドかな、モノワールド、はい、ワールド設定、ワールドの形をなしにします。ワールドの形をなしにする、あ、これね。で、宇宙かな、はい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 、はい、え、ワールドの形をなしにする宇宙、わスペーシーだね。なるほど、エイリアンシューティングのイメージにグッと近づきましたね。
ここに敵のエイリアンがいればさらにらしくなりそうじゃないですか。そうだね。はい、では早速敵を作りましょう。丸おしゃれなもの、ん、丸おしゃれなもの、丸いおしゃれなもの、エイリアン。はい、お、漆黒の空にピンクボディを潜ませる魅惑の敵エイリアン。ほう、で、設定、見える、当たる、壊れる、壊す、 UFO も壊れるようにするわけね。で、 Y 軸を90度にしましょう。90度ね。はい、やったぜ。こういうことか。で、俺が当たると、あ、俺はやられねえんだ。うん、やっつけられるか試してみましょう。はい、お見事、エイリアンをやっつけました。エイリアンをやっつけられたところでリトライボタンを押してください。はい、今度は UFO がエイリアンぶつかってみてください。そう、ぶつかってもね、 UFO やられないんだよ。エイリアンに当たってもびくともしない不死身な UFO。 これでは UFO が強すぎますね。うらっ、おい壊れる設定にしましょう。はい、 UFO の設定ね、 UFO の設定で壊れるにすると、はい、 OK。 エイリアンさんにぶつかったらパリーンってなりますよ。やってみよう。砲台だけが残った。砲台どこ行くね。敵が1体では物足りないので、どんどん敵を増やしていきたいのですが、その前にリトライボタンを押してください。はい、えい、はい、ん、撃った弾はどこまでも飛んでいきますよね。そうだね、画面の先まで飛んでいっちゃうので、この先敵がたくさん置いても飛んでいった弾が敵をやっつけてしまいます。ああ、なるほど、画面に表示されていなくても敵を倒してしまうのか。なるほどね。壁を置いてコースを作り、撃った弾は壁に当たると壊れるようにしましょう。あー、物シンプル、物シンプル直方体、物、シンプル直方体、はい、枠に合わせて大きくする、物のうどんの設定を開いて、見える、当たる、壊すだけ、はい、壊れるをオフにしたので、この壁は弾が当たっても壊れません。なので弾が当たると壊れるエイリアンとは違う色にしておきましょう。色を開いて青にしてください。はい、 OK です。ゲーム画面へ。おー、あー、激しい激しい、近づけば近づくほど激しい。いやー、素晴らしいね。この壁でコースを作れば弾がどこまででも飛んでいくことはなさそうです。さて、壁といえばもう一つやっておきたいことがあります。 UFO を動かしてゲーム画面の外に進んでみてください。はい、そう、 UFO がゲーム画面の外に行けてしまうんです。 UFO がいなくなってしまうとまずいので、ゲーム画面の外に行けないようプログラミングしましょう。見えない壁でも作るのかな。 UFO がゲーム画面、画面外に出られないように見えない壁を設置します。物、シンプルなもの、直方体から物濃度、はい、さっきと同じようにやるのね。シンプルなもの、直方体、はい、ここにセット、あ、違う、設定して、よっこいセット、はい、設定を開いて、当たるだけ、見えないようにするんでしょ、こうね。 OK、うん、コピーして、で、下にもセット、はい、 OK。 最後にもう一度モノノードをコピーして、あ、はい、あー、後ろの方にもね、了解。真ん中に一応持っていっとこうかな。真ん中に持っていってから、ひょっと、これ、はい、よし、見えてないと思うとむしろ気が楽っす。ということでね、ゲーム画面の右側の方にステージ作っていくので、見えない壁はこの3つで OK です。そうだね、はい、確認しに行きましょう。あー、いいね、いいね、見えない壁に当たりましたね。いいね、これで迷子になる心配はなしと。では最後の仕上げに、 UFO が壊れたらリトライする仕組みを作りましょう。前には進める。あー、びっくりした、びっくりした、 UFO 消えたわ。
出力率と、出力か、出力リトライ、ゲームを終わる切り替えからゲームをリトライ、はい、中間タイマー、はい、中間タイマーで入力、ゲーム内変化、物が壊れた瞬間、はい、で設定を開いて UFO が壊れたにしたらいいんだね。 UFO はどこ、ああ左下か、これね、他はまあよしと、はい、 OK で OK、はい、設定を閉じますと、はい、私に任せなということで、では物が壊れた瞬間ノードをタイマーノードにつなげてください、はいはい、OK、これで UFO が壊れたら1秒後にリトライするわけだ。いいね、はい、いいんじゃない、うん、バッチリバッチリ、はい、よくできたね。エイリアンと壁を置いてステージを作りました、次はこのステージをもっともっと広げていきましょう。そうだよね、これだけじゃちょっとね物足りないもんね、もっと拡大していかないとね。ゲーム画面をスクロールさせよう、はい、おかえりなさい、目の前にはどこまでも続く広大な宇宙、そこにキラリと潜むエイリアン、何か始まりそうでワクワクしますね。今回のステップでは前回に引き続き、ステージを作っていきますよと、はい、敵のエイリアンを増やしていきますよ。ほうほう、選択コピー、はい、あっちこっちに置いていくのね、この繰り返しな、コピー、はい、セットコピーセットコピーセット、あと4体、はい、コピー、はい、セットコピーセットコピーセットコピーセット、はい、たくさん置きましたね。続いて壁も増やしたコースを作ります、はい、これをコピー、はい、セット、はい、またさらにコピーな、でこれを下にもセットね、はい、もう一個まだやる、はい、ここ、はい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 、ここね、はい、お疲れ様でした。最後に見えない壁も作りましょう。あ、拡大するんじゃなくてコピーしてつなげていく感じね、はい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 、これもコピーしてさらに下にも作ると、はい、でもこれさ壊してる音は聞こえるんだけどね、壊してる音は聞こえるんだけども、そして UFO が今やられました。まあこんな感じよ。せっかく作ったステージが見えない、ゲーム画面の外にステージを作りましたので見えなくても当然ですね。だから UFO に合わせてゲーム画面を一緒に連動して動くようにしないといけないね。広がったステージを見られるようにしましょう。ゲーム画面のオードンを選択して、お、マジでステージを全て入るようにしてください。あれ、物理的に広げちゃう、はい、これでいい、ちっちゃくねー、いや見えるけどさ、でもこじんまりしてちょっと遊びにくいですね。そうだね、これ以上ステージ広げると結局画面内が収まらなくなってしまいます。うん、ということで今回は、はい、自動でスクロールするようにします。はい、そうすればステージをどんどん広げても大丈夫。はい、プログラミング、まず画面ちっちゃくしましょう。そうだよね、ここにセットして、よいしょ、もう一回りかな、はい、スクロールするためにはゲーム画面ノードの X ポートにシグナル入力、ここか、あー X 軸で移動するからってことか、はいはいはい、入力されたシグナルの分だけゲーム画面が右に動きますよと、はい、入力定数、はい、なるほどね、一定で動かし続けられるんだ。中間フラグカウンターカウンターノード、はい、はい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 、
で増やすね、はい、すげえ勢いで増えてる、すげえ勢いで増えてる、そうだよね、カウンターの濃度すごい勢いで数を増やし続けています。はいはいはい、この状態で大丈夫かそれ、はい、すごい勢いで動きそうだけど大丈夫か、画面をパーンすることね、はい、すげえ勢いでいくな、そうだよね、うん、これとてもじゃないけどこの速さについていくのは無理ですね。定数を減らしたらスピード調整、はい、カウンターノードから入力されている数を調整してゲーム画面ノードに入力する必要があります、はい、マッピングノード、ノート、はい、中間変換マッピング、あ、定数を変えるんじゃなくてマッピングで調整しちゃうんだ、あ、入力された数を違う数に変化するノードです、マッピングノード設定、はい、入力範囲と出力範囲で入力された数をどう調整するかを設定することができます。範囲制限する、しない、はい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 、入力範囲を0から60にしてください。ちょっとめんどくせえな、60、はい、0から1.0ね、これでマッピングノードに入力された0から60の数は0から1に変換されて出力されます。60分の1にするってことね、はいはい、これを消してカウンターノードとマッピングノードをつなげてエクスポート、はい、見てみようか、結構いいスピードだね、スクロールがゆっくりになりました、はい、この速さなら遊ぶのにちょうど良さそうです、なんなら若干速いぐらいまであるよ。一度リトライボタンをでリトライして、リトライはプラス長押しだ、あれ、はい、試しにちょっと遊んでみましょう、いいんじゃない、いいんじゃない、はいはいはい、うら、 OK、素晴らしい、壁やエリアには当たらずにステージの最後まで来られましたね。ちょっと確認したいことがあるのでリトライボタンを押してください、はい、壁に激突してみてください、はい、UFO が壊れちゃいましたね。今この UFO は何に当たっても壊れる設定なので壁に当たると壊れてしまいます。それではちょっと難しすぎるのでプログラム画面で壁に当たっても壊れないようにしましょう。ブロックの設定をさ、 UFO 壊さないに変えたらいいんじゃないかな、あ、 UFO ノードの設定、はい、あ、壊れるの振る舞いね、一旦オフ、はい、何に当たったら壊れるか細かく設定できます。じゃあエイリアンにしたらいいのか、これで UFO はエイリアンに当たった時だけ壊れるようになりました。なるほど、はい、これで弾や壁に当たっても壊れないんですね、防御力アップって感じです。えい、あ、エイリアンにぶつかってください、はい、あー、やられた、当たると壊れます。次に壁に当たってみてください、はい、うん、大丈夫だね、はい、当たった時だけ UFO が壊れるようになりました、はい、あ、これ無、あ、無理だ、確認できましたらプログラム画面へ戻ります、はい、よし、 OK、 いいんじゃないかね。今回はゲーム画面が自動でスクロールする仕組みを作り、ステージも広がりましたよと。いいね。はい。OK です。さて、じゃあ次、ステップ5、スクロールを止めよ。スクロールを止めることもできるの？はい。ようこそステップ5へ。勝手に進んじゃうんだよね。レッスン中にゲーム画面が勝手にスクロールしているとゲーム画面で確認がしにくいので、今回のステップでは自動スクロールをストップさせる仕組みを作ります。ほう、なんだそれは。
そんなことできるのか。さて、初めに自動スクロールをストップするための準備として、ZR を押し続けてる間だけスクロールするようにプログラミングします。そんなことできるの？入力ボタンを押したら、ボタンを押したら ZR、はい。定数ノードを選択していただき、さよなら。はい。その代わりにボタンノードもカウンターノードも増やす。はい。こうかな。ZR を押している間だけゲーム画面がスクロールするようになりました。すごっ。ZR を押さないと自動スクロールは進みません。ちなみにこれさ、あ、やっぱ見えない壁はこっちまで来てないよね。そうだよね。見えない壁はだって動くように設定してないもんね。ZR ボタンを押している間だけスクロールするようになりました。しかしこのままではボタンを押し続けていないと遊べないので、逆にボタンを押している間だけスクロールが止まるように改造しちゃいます。ノット？今作った仕組みに反対して、ZR を押している間だけスクロールがストップするようにしていきます。言い換えると ZR ボタンを押している間だけスクロールするよ、押していない間だけスクロールするということです。押していない間だけ何かをする仕組みをプログラミングするためにはノットノードで、やっぱノットか。そうだよね。ロジック、ノット。はい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 。あ、ツンデレか。このノットノードは入力がないときだけシグナルを出力し、逆に入力があるときはシグナルを出力しない。はいはいはい。ではボタンノードとカウンターノードをつなぐワイヤーを消してください。はい。で、これをこうつなげていけばいいかな。はい。なるほどね。あー、止まるー。めっちゃいいやん。はいはいはい。ほい。止まるよ。すごいね。UFO だけは動くのに世界は止まるっていう。はい、プログラムだね。OK です。あ、これで OK？ いいね。今回のステップではゲーム画面のスクロールを止める仕組みをプログラミングしました。これでゲームプログラミングを進めやすくなりましたね。そうだね。すごい障害物を作りますよ。はい。さあ、ようやく折り返しですね。アモノジャクノットノード。くるくる回る障害物を作れ。ああ、いいね。はいはい、お待ちしていました。早速ですが、ZR を押しっぱなしにしてみてください。おい、ピタッとスクロールが止まりましたね。今回はこのように前回は自動スクロールを止める仕組みを作りました。これで確認がしやすくなりましたね。それではこの機能を使いつつ、今回は新たな仕掛けをプログラミングしちゃいます。はい、まずはステージの続きを作っていきます。はい、おしゃれなモノノードをコピー、はい、コピー、はいはい、またコピー、はい、下、はい、もっともっと広げていくんだね。もう一つコピー、はい、青枠、はい、またコピー、はい、はい、最後、はい、はい、適宜量はこれで OK です。次は壁を作っていきましょう。はい、モノノードンコピー、はい、コピー、お、でかいぞ今度は。はい、もう一個、はい、ちっちゃくしてこの枠に、はい、最後に見えない壁も作ります。まあ、これはコピーするだけだから簡単でしょう。はい、はい、コピーして、はい、 OK です。今作ったステージま、プレイしてみましょう。はい、いや、まあ結構余裕ですけどね。はいはいはい。いいっすね。さて、ステージが長くなってきたので、作ったステージのところまで行くのに時間かかりますね。そうだね。ということで、ゲームのスタート位置を一時的にずらしちゃいましょう。ああ。
あーなるほど。スタート位置自体をそもそも変えちゃうのね。はい、選択して移動させる。はい、おお、いきなりこんなところから。はい、これで先ほど作ったステージをすぐに確認できます。うんうんうん。今回のステップメインイベント、くるくる回る障害物を作ります。はい、まずは回せるものノード。何？回せるものノード、特殊なもの。回せるもの、円柱。おー、回せる。回せるものノードはその名の通りくるくる回せるものをゲーム画面に登場させてくれます。はい、合わせる。はい、回せるものノード設定。はい、弾で壊すことができるのでエイリアンと同じ色にしておきます。ピンク。壊せんの弾で。回ってないけど。あ、でも弾一発で壊れちゃう。ZR です。うん、あ、はいはい。ね、そうだね。回ってくれなかったっすね。設定が必要ですね。定数ノード。はい。入力定数から定数ノード。はい。設定。はい。0.2。はい。点キーね。これね。さっきから使ってるけどな、俺な。はい。定数ノード、回せるものノードの Z 軸ポートにつないでください。 Z 軸ポート、はい、これで ピンクの円柱がくるくる回るようになったはずです。おー、 Z 軸固定の回転ですね。なるほどな。こんな感じで回せるものノードにシグナル入力すれば物を回すことができるってわけです。さて、この回る障害物、せっかくなので連結を使ってちょっと派手にしちゃいましょう。連結か。モノシンプル円柱、シンプル円柱かな。はい、大きくする。はい、設定を開きます。はい、ピンクかな。はい、連結面を開いてください。はい、おい、はい、連結。はい、ハンマーみたいになってる。怖っ怖っ怖っ。ああ、はい、さらにくっつけんの。はいはいはい、設定。はい、こうね、連結先の面、自分の連結面。はい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 、なるほどね。はい、でこれも連結すると。はい、みんなで回ると。これほっといたら壁にぶつかるんじゃないのこいつ。そんなことないのか。えい、あははは、いいっすね。これより連結を使えば複雑な形のものを作ることができます。ということでこれで完成としたいところですが、一度リトライボタン、リトライボタンでリトライしてください。はい、丸障害物にぶつけてみてください。おお、 UFO は壊れません。ああ、向こう側に行っちゃった。すげえ、向こう側に転がってった。丸障害物に当たったら UFO は壊れるようにしましょう。UFO の設定かな。はい、設定。円柱に当たっても UFO が壊れるようにします。振る舞い円柱だね。 OK。 はい、これでいいかな。丸障害物に当たってみてください。あー、 UFO が壊れました。はい、えい、よし、これ行くまで確認できたらプログラム画面へ戻りましょう。はい、できたよ。よし、OK。
くるくる回る障害物をプログラミングしました。はい、物を連結すると自由に形を作れますし、回せる物濃度に連結すれば複雑な形のものを回すことができます。次のステップは今回の応用編、くるくる回る敵を作りましょう。はい、 OK です。よしよしよし、どうしよっかな。一気にやりたい気もするんだけど、これ以上やると多分1時間軽く超えちゃうんだよな。一旦ここエラで止めて前編後編に分けよっかね。40分ぐらい経ったしね。じゃあ次回はステップの7、8、9、10やってチェックポイント3もやるっていうような形でいきましょうね。あまり長くなりすぎるときはいくつかのパートに分けるっていうような形で今後やっていきたいと思います。はい、じゃあ今回はここまでにしておきましょう。それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。ではでは、また次回お会いいたしましょう。失礼いたします。